いいでしょう。いいでしょう。ということで、なんと今あの朝、めっちゃ朝早くからお仕事があって、で終わったんですけど、今日は一泊泊まりということで。待って、嘘でしょ、なんかめっちゃ乳液漏れてるじゃん。なーにこれ、どうして、やだ、ひどい。そうで、そう、すごくいい旅館を取ってくださっていて、そうそうで、すっごい広いお部屋なんですけど、一人きりで、ごめんな、今日メール送れなかったんですけど、そう、9時過ぎ、じゃあ9時ちょっと前ぐらいに終わってお仕事で、大浴場があるってなって、そう、ここの旅館にね、で、え、大浴場サウナあんのかな、行きたいと思ったらサウナがあったのよ。で、絶対行きたいと思って、今日結構な早朝からあったので、ちょっと絶対行きたいと思って、でもなんかお風呂は多分24時間やってんねんけど、サウナは22時までみたいな、でやばい、あと1時間しかないと思って、ごめん、ちょっとサウナを優先してしまった、本当にすいません、申し訳ねえです、ごめんね。無事でも3回戦行けることができました。優しい、それはサウナ優先で言うと優しい、ごめんね、あーと思ってんけど、ちょっとめったに行けへんしなと思って、ちょっと整ってきたって、整った3回転できたサウナ、本当に幸せな時間でした。でなんかマッサージチェアとかもあったから、今20分ぐらいマッサージチェアやってきた。そうなので、アイスがね、本当は食べ放題、アイスキャンディーが食べ放題って書いてて、まあ上がったら食べようと思ったらね、それにもう22時までやった、悲しい、だからアイスは食べられませんでした。下の自販機で売ってたから、ワンちゃんそれ買いに行くのもありだけれどもって感じ。ゆっくりできてそうでよかったって。そう、でもちょっと今日はね、朝から頑張った、今日朝だって4時過ぎに起きて頑張ったからね。そう、明日も朝めっちゃ早いので、あのなるべく早めに寝て、で明日も朝からいろいろあったりするので頑張りたいと思います。ちょっとご褒美でサウナをいただきました。うん、でもやっぱりさ、こう今日はさ、お仕事でさ、こういうホテルを取っていただいてってやったけど、マジでもし旅行行きたい行きたいって口ばっかりで言ってたりするんですけど、これはガチで旅行に行った方がいいなって思った。なんかちゃんと旅行に、と、これ今何県かは言えないんですけど、こう割とこう遠くに来て、こうやって旅館に泊まってでするの、なんか大事だなと思った。うん、わかります、旅行って本当リフレッシュできますよねって。ね、お仕事でさ、こんなリフレッシュできてるなら、まあちょっとね、スケジュールとかはパンパンってわけではないけど、まあね、眠いなって思った時もあったんですけど、でもね、2泊3日ぐらいで行きたいよね、ちょっとこういうの。
まああと髪乾かしてもう一回顔だけ洗ったら、あと歯磨いたらもう寝よう。今日は11時半ぐらいにはちょっともう寝れるようにしよう。なあ、うん、誰と泊まってるのって。誰でしょう。隣の部屋にマネージャーさんがいるよ。うん、明日も早いのって。明日もめちゃ早いよ。でも今日よりかは早くないから大丈夫。うん、温泉といえば射的って。あ、でもゲーセンもあった、ここ。臼井さんと卓球とあれやった、あれ何、手でやるやつ手でやるあれ、穴に入れるやつ、シュンって、エアホッケーか。アホってあかんねんな、星になっちゃう。そう、やった。どっちも勝った卓球もエアホッケーもどっちも勝った。そう、でもだからそれもだから時間が迫ってて、なんかそれは9時までしかできないみたいな、卓球とそのゲームセンターゾーンは。でも9時ちょい前ぐらいやったから急いで行って、仕事、お仕事終わって、臼井さんとマネージャーさんと走ってってやってきました。うん、時間が足りないねって。そう、いろいろギリギリだったけど全部でも間に合いました。もう一泊しちゃえて。もう一泊していいの？波動いけないようにしもう一泊しちゃうと波動いけないけど、それでもいいのそれでもいいならその言葉に甘えてってなってしまうけれど、いいの？ダメでしょダメでしょそうでしょ。やばい、すごい。サウナでさ整ったりとかさ、大浴場行ったからさ、すごく、てか単純に眠いのか、朝早かったから。こんな時間にしっかり眠くなるの珍しい。うん、みんなスクショしときな。珍しいよ、浴衣の大西。浴衣にし、18時間ぐらい起きてるのかなってになるのかな。湯冷めしないでくださいってね。そうする、パジャマ持ってってないのね。持ってかないね。昔とか東京とかにさ、奈良に住んでる時にさ、東京とかに行く遠征の時とかは絶対持ってってたけど、そう、あのホテルとかのあのザザッとしたさ、あのなんていうの、羽織ったりするやつ、あの上下分かれててほしいんですよね。私
まあでも浴衣も上下分かれてないんだけど、まあ浴衣とかってさこういう機会しか着る機会ないしね。あとなるべく荷物を少なくしたかったので、そう最低限のものしか持ってきてない。うん、うわ座ったら一気に眠くなってきた。なんかさっきまで元気やったのに。っていうかさ、ここのホテルさめっちゃ、こうホテルっていうかあの旅館すっごい広いねんけどさ、でそっちまでバーって畳なの、ど真ん中にさトンストンっていうか、なんて言うんだろう、ポンってなんか置いてあってさ、あの布団がなんかどうしようって感じ。なんか端っこに寄せるもなんかあんま寄せれないのよね、どっちも。なんかでもど真ん中にドンってあるのもちょっと寂しいよね。そうポツン入ってきた時ちょっと笑ったもん。うん、そう。そうそう、何人部屋なんやろってね。だって横、今の感じだと5個ぐらい横に 1,2,3,4,5 って並べられるよ。めっちゃ広い。まあちょうどいいぐらいだったら3人とかかな、この部屋で。まあ4人でちょうどいい、3人で広々、4人でちょうどいいぐらいのなんかお部屋。うん、畳何枚あるって。畳確かに 1,2,3,41,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15ちょいかな。15とちょっとあるぐらいかも。めっちゃ広いね、そう考えたら。広いね、めっちゃ。だってそれがここだからさ、これとお風呂とかもあってさ、あと何ね、でまだこっちもあるからさ、この障子の奥もあるの。でベランダもあるからさ、マジでめっちゃ広々使える。うんね、めっちゃめっちゃ贅沢してるね。まあでももうそろそろ寝ないといけない時間だから、このお部屋をね、お部屋自体を満喫はできないかもしれないけれども、まあでも大浴場に行けて本当に幸せでした。15分経った。じゃあちょっとですね、今日はそろそろ終わりたいと思うので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。ではいきます。1位よっちゃん&ゆうもち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。リアルお話し会楽しかったさん、ありがとうございます。イエイ。
そしてさんいがこばとマーク大西おしさんありがとうございます、イエイ。そしてよいがきょういさんありがとうございます、イエイ。そして5位がアルティオアットマーク大西郡マリアさんありがとうございます、イエイ。そして6位がサトチアットマーク大西郡さんありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして8位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして9位が、SL さんありがとうございます、イエイ。そして10位がケイジさんありがとうございます、イエイ。そして11位がマークアコードアットマーク太田郡大西大地空手団さんありがとうございます、イエイ。そして12位がカンタムさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒芝のりこてんさんありがとうございました、イエイ。ありがとう。そしてこれタワー立ってるのかな、ありがとう。何位の方だろうか、あ、1位の方ありがとう。1位の方、じゃあ読んでいきますよ、1位のよっちゃんとゆうももちー大好きだよさん、よっちゃんとゆうさん、よっちゃんとゆうさん、よっちゃんとゆうさん、あ、大丈夫そう、あ、なんか途切れてる、なんか途切れてる気がする、なんか途切れてる気がしてる、戻った？ほんとごめんね、あの、あ、そうだよね、ここね、ここねっていうか、あの、この今いる県に来てからずっと電波悪いのそう、 Wi-Fi 切るしてから、これ Wi-Fi 切ったらね、おいしい、終わる、あの、触れない携帯、単純にっていうぐらいね、あの、電波がね、ないの、あの、大西の携帯の機種そうだよね、あ、ほら、また止まった、あ、やばい、めっちゃ止まり始めた、大丈夫、やばいね、めっちゃ止まり始めちゃった、今動いてるよね、今動いてる、もう一回いくよ、よっちゃん&ゆうさん、よっちゃん&ゆうさん、よっちゃん&ゆうさん、タワーありがとうございます、ありがとう、あー、やばい、もうやだ、めっちゃ止まっちゃう、ごめん、やだー、やめてー、止まっちゃう、いやー、やばい、なんかめっちゃ止まった、マシだったのに、なんで、一回置いてみる、さっき通り置いてみる、今行けんじゃない、もう一回行くよよっちゃん&ゆうさん、よっちゃん&ゆうさん、よっちゃん&ゆうさん、タワーありがとうございます、ありがとう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 、イエイ、ありがとう。お、言い切れた。ほら、もうだってめっちゃ電波悪い。ほぼないもん。今 Wi-Fi だけで繋がってるし、なんかバグっちゃったし、大西の方が。なんかバグっちゃった。見えてるかな？ありがとうございました、本当に。ということでですね。ではでは。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思いますので。くしゃみだからです。なあ。ということで、じゃあ髪の毛乾かして寝たいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。おいしももかでした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。置いたらだいぶ落ち着いたね、よかった。
じゃあね、おやすみ、またね、明日も頑張ります、バイバイ。